しますね。お願いします。はい、女優歴的なのって何年ぐらいだったんですか。丸3年で3年、今4年目。4年目すぐに消えると思ってました。え、だって厳しい世界じゃないですか。まあそうですね。もともとそんななんかみんながみんな売れるわけじゃないよって言われてデビュー。ああ、なんで売れたんだと思います。たまたまですかね。たまたま運が良かったんだと思います。本当に1年目がキカタン、2年目3年目で専属で、その後何ヶ月か、うん、3ヶ月とか、うん、キカタンやって次ファレルの専属。もう5、60本出てるんですか。もっとだと思います。100本ぐらい100本ぐらい出てると思います、うん、いやこんなに続くと思ってませんでした。まあ、楽しいっていうのもあるし、うん、舞台が変わってるじゃないですか、キカタンの専属。あ、まあまあ、そうそうです。だから飽きがないっていうのとか、うん、なんか続きましたね。変わんないわ、よく言われる。そうですね、ずっとその感じですよね。多分デビューから変わってると思 う、はあ、え、でもメンヘラ感強いって言われますよ。男前なこと言いますね。まあでも仕事なんで、ね、そういうとこがいいですよね。別に何も狙ってないですよ。ちゃんと狙うと逆にいけないんですよね、私。あ、なるほどね。ビビリなんで、はあ、めっちゃチキるんですよね。それで何回も後悔したことこの業界に入って一番の後悔は、はい、企画で見習い君とセックスしたことです。めっちゃ後悔した。一番もうやり一番やり直したいかも。なんかあんまり後悔ってないんですよ、はい、あのこの仕事始めて、はい、あの割といつでも消えるって思ってるんで、私ぐらいの女優の代わりなんかいつでも出てくるし、いつでも消えるって思ってるんで、常にもう絶対後悔しないように常に全力で自分をアピールしていこうっていうのを思ってるんですけど、ただそれがセックスしたいですね。長いから何がいい？顔？雰囲気？ちゃんと大手メーカーの移籍1本目なんで、ちゃんと、はい、あのほら専属の1本目としてちゃんとしたやつ撮ってください。パッケージに移籍緑バッグでこんな感じの移籍の専属っていうか、やっぱ専属1本目って緑バッグじゃないですか。ちなみにですね、サイズとかどうですか。変わってないんだ。変わってないですか。ちなみにこうちょっと見せてもらったりします。あっあっあっはい、あっあっあっはい、あっ、そんなすぐに見せちゃいます。お願いします。え、なに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 なんでおっぱいとかすぐ見せちゃうんですか。え、だって今見せてって AV に慣れちゃったんですね。いや、そういう別にそんなことはないですよ。もちろん恥ずかしいとこもありますよ。恥ずかしいですか。本当ですか。そんな人はダメです。専属って言われたのにいきなり首って言われたの。おっぱいをやっぱすぐ見せちゃう女優にはやっぱちょっともう一回ね、 AV が何たるかっていうのをね学ぶ必要があると思うんですよ。え、 AV 合宿に行きます。キャンプで何するんですか。エッチなことです。で、見習い君が来るかもしれないです。呼んでください。じゃあちょっと頑張ってください。ちょっとおっぱい見せてください。もう見せません。あんまり聞きたくないですけど、ここでキャンプするんですか。テント立ててください。無理です。え、川の実り AV 合宿やったことないこと100個に挑戦。何ですか。テント立てたことあります。ありません。ありません。あ、じゃあもう1個達成。え、100個やらないと帰れませんとかそういうやつ。いや、まあ帰れないとかはないですけど、まあこう頑張るっていうことじゃないですか。
マネージャー連れてくればよかった。ダメですよ、マネージャーさんの人にやらしちゃ。ルール1、全部自分でやる。もう早速やだ。やだ。クリアしたら売ってきましょう。100枚札あるの？100枚札用意しました。それに書いてあってください。やったことないエッチなこと解禁。一応あ、男の人は用意するんで。誰？内緒です。どうして教えてくれないの？誰かいい人いますか？本命は見習いくん。で、あとそこになんかルービックキューブとかないですか？ジャグリングの輪っかないですか？それを合宿中練習して頑張る。頑張ってどうするの？特技として。ルービックキューブか、はい、このジャグリングしか選択肢がないの？あとですね、まあ、けん玉。なんかさ、もっと楽しいやつないの？キャッチボールってのがあります。みのりん、球飛ばない。それを1泊2日でとにかく全力で頑張る。どれが一番痩せると思いますか？縄跳びとかじゃないですか？いや、早速なんですけど、まあ、ちょっとテントとか立てないと寝れないじゃないですか、今日。だから頑張ってください。女の子一人でテント立てるのかわいそうだと思いませんか？プリンセスは髪より重たいものは持てません。服だけ支給しましょうか、とりあえず。かわいいやつがいい。かわいい。初めて最近山奥のキャンプ。キャンプしたことない、みのりん。あ、よかったじゃないですか。雑に扱われる。キャンプの格好する。ダメだ、こいつはここに今まで。テントを立てる。これ何？ねえ、アマ、どうして椅子から組み立てなきゃいけないの？それを下に引けばいいんじゃない？じゃあなんか、テントの？柔らかいんじゃない？どういうこと？これ中に入んなくない？え？何ですか？いや、椅子は外ですよ。あ、多分。ね、これは何？上にかぶせるってこと？そうですね、雨とか降った時用じゃない。え、なんだと思う？これ
してどうして？ねえ、ハレノのさ、はい、専属の遊泳さんってみんなこんな大変なことしてるの？天塚さんは待ちぶらしてました。キャンプの方がいいかな。渋谷で自分語りしてました。どっちもどっちねえ、でもガスは？ガスもあるんじゃないですか。ねえ、アリがでかい。タイちゃん、ライター。ちょっと持ってないです、アイコスなんで。後ろ20じゃない？怖い。ねえ、できた？今できた？違う。メガネ取って。ああ、本当に。もう一回やばい。ちょっと輪投げじゃないんだ、それ。これが一番楽しい。こういうこと？猫ならできるよ。いや、それは誰でもできますよ。どういうこと？縄跳び疲れちゃう。エッチできなくなる。人では投げをする。今何個ですか？8個。あと92っす。悲しい。エッチなことでこう解禁してないことないですか？ぶっかけ、ごっくん、ハード SM の M の方やりません。あ、やりません。本当はまだ出してないフェラのテクニックとかない。ちょっとテクニックを磨くっていう。いいね。どうやって？聞けばいいんじゃないですか。男優さんとか呼びましょう。どうやって？電話じゃない。見習いくん。見習いくんは来てくれるかもしれない。じゃあ呼んで。できる。ほら、もしもーし。もしもーし。今ついてたよ。え？どこに？え、来たはず。頑張れそうです。え？早くみのりんのところに来てください。ね、やばい、どうしようね。どうしたらいいと思う？え、みのりんちょっと無理なんだけど、セックスできない。みのりん、見習いくんにマンコ舐めさせらんないの。みのりんがチンコしゃぶるし、はい、尻の穴だって舐められるけど、みのりんのマンコとか尻の穴を見習いくんに舐めさせることはできない。やばいよね。解禁するやつを考えましょう。見習いくんとはイチャイチャラブラブなやつがしたいです。3セックスあるんで、1個はその本当のね、イチャイチャラブラブセックスっていうのどうですか？できない。それ一応書いておきましょう。やることに挑戦だから。本気のイチャイチャラブラブセックスにする。それ取っときましょう。それ台本なしセックス。まずあ、いいじゃないですか。あ、テントでやったことあります？ないです。左手だけでやってみると。でもさ、それでチンチン立たなかったらどうする？スッポンフェラとかじゃないですか。ん？スッポンフェラ。あ、いいです。できそう。相手誰よ？オールマイティな人呼んだんだ。誰？オールマイティな人。オールマイトです。オールマイティな人。オールマイトです。お願いします。はじめまして。初めてじゃないです。本当ですか？ありがとうございます。そっかないで。割とオールマイティです。メンヘラ、メンヘラセックス。メンヘラ好きですよ。好物ですね。どうして？いいじゃないですか。メンヘラセックス、首絞め騎乗位。あ、いいですね。座ったらどうですか？いいんですか？ありがとうございます。
どういうプレイが好きですか？本気のイチャラブですね。じゃあこのメンヘラセックスを見習い君にするしかなくなりますか？こっちの方がいいかもしれない。何？お願い！ちょっと本当にじゃあちょっと呼んでよ。あ、もうやばい、どうしよう、無理、やばい。なんか人数が増えてキャンプ感出てきました。ねえ、ミノリンとメンヘラのセックスか本気のイチャイチャラブラブセックスどっちがしたいですか？メンヘラセックスって何なんですか？ねえ、ミノリンのこと好きって好きって言ってよね。私が一番って言ってって言うやつ。じゃあそれで無理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 え、無理できない。オールマイティさんでイチャイチャラブラブ、ミノリン君で、え、どうしよう。オールマイティさんって言うんですか？オールマイトです。オールマイトです。オールマイティさん、はい。ひとまず本気のイチャイチャラブラブセックスをやりたいと思います。いいですね。はい、パレの初セックスいるの？ずっと私嫌なんだけど。はい、じゃあよろしくお願いします。ねえ、気まずい。どうしたらいいの？やばいんだけど。キャンプらしくなってきましたね。はい、これ自分でやりました、このライト。はい、今日初めてキャンプするんですよね。そうですよ、まあ、すごいですね。そうですか？さっきはどうでした？そもそもセックスしたのが結構久しぶりだったから結構ドキドキだった。初々しさを取り戻したんじゃないですか？あ、いきなりおっぱい見せる女優じゃなくてってことですか？じゃあ、あれですね、成功ってことですよね。お腹減りました、もしもし。ちょっと食材用意したんで。最近はもやしにハマってます。なんかもやしにひき肉、豆板醤入れてなんかちょっと中華っぽい感じとか、あとニラと豚肉で、なんかちょっととろみつけてそれをもやしの上にかけて食べるとか。ちょっと今日もやしはないんですけど。だってこれみのりがやるんですよね、自分で、はい、チーズがあるので、はい、そのまま食べます。チーズフォンデュにします。汲み取りましたね。これならバカなみのりでもできると思ったんですか？そんなことないっすよ。美味しそうなチーズ。初めて外で火を起こす。起こすっていうかつけるですけど、ね、外で火をつける。やばい、怖い怖い怖い。どうしたらいいの？これさ、火につけついちゃったら熱くない？いいのか別に。パーン、パンパパーン。いや、もうパン食べちゃってる。いい匂いがしてきた。いや、すごいね、キャンプ用のやつってさ、風が吹いても火消えないんだね。食べよう。あ、トマト入れよう。うまっ。
食べる？高いけど。あとさ、そこに鍋っぽいやつが入ってるんだけどさ、それは何に使うの？鍋すんの？ラーメンとか作るの？あ、これね。いや、みのりん、あ、多分作れると思うけど、みのりんお家でラーメン食べないんだよね。ね、これさ、油引かないと焦げつくかな。水入れて煮るだけなんで。え、だってさ、玉ねぎってさ、炒めない？水入れて、沸騰させて、野菜入れて、麺入れて。あ、なるほどね。あ、なるほどね。だからテーブルがあれなんだね。金属なんだね。250。500。おぉ、ドッキリみたいなんてやったことある？ない。じゃあここドッキリを仕掛けに行くみたいな、どうすか？やります！みのりんそういうの大好き、ね、今日一ドキドキしてる。お得意に入ってくるみたいな、うん、で誘惑する。人生初ドッキリ湧いた。できました。いただきます。どうですか？おいしい。ということでエンディングです。はい、100個できました。気持ちはできました。何個ですか？40ぐらい。全然足んないじゃないですか。じゃあちゃんと謝罪して終わってください。ひどい。大変申し訳ございませんでした。タイちゃんもだよ。祈りだけの責任じゃないもん。タイちゃんも横に並んで土下座しなよ。行かなくてすいませんでした。移籍第1弾なので、これをまあ一番初めとして、これから監督と女優ともに成長していきたいと思います。皆さん今後とも応援どうぞよろしくお願いします。バイバーイ。